どうも、パフォーマンストレナーのそンのすけです。さあ、ナンバーワン出てきましたね。Blow Your Cover っていうね、えー、もうミュージックビデオが出てるみたいなんですけれども、えー、結構メインで、ちょっとね、僕ミュージックビデオちょっと見て、あんま踊ってる姿なかったのかな、ね、ちょっとチャラチャラしか見なかったですけど、まあ踊ってる姿からですね、見ていきましょう。なんかコメントでもね、たくさんいろいろ教えてくれたんですけど、かなりね、ハードなスケジュールだったみたいですね。 あのなんだっけここ紅茶だっけなんだっけ出てこないけど <laughs>、はい。いらっしゃう。まあ本当に日本に行ったりね。海外行ったりで。まあでもね。うらやましいです。本当に。忙しいほど。なんていうのかな。忙しいプラス新しいことができるっていう多分今そのゾーンに入ってる彼ら見てるとちょっとうらやましいですね。僕も今新しい環境に入ってますけどやっぱ全然こうねうまくいかないことの方が多いですから。 本当にうんいやっしょくわうう岸くんうおもうさこういうコンテンポラリーっていうかこういう系もやっぱやるんすねうう素晴らしいね うん、うん、うわこれたまんねえだろうな <laughs>、うん、や岸君筋的なこの意識性がめちゃくちゃ高いですねこの中心からこう動こうとするすごいですね顎を引いて胸椎ガバッとこう広げてくる感じがまたいいですね あと、すごくこの分離が綺麗ですよね。このヘッドとこっから下の、本当に動きのこの分離っていうんですかね。で、こう、顎が抜けないで、こうね、しなやかなパフォーマンスする感じがめちゃくちゃ綺麗それで岸君ね、手先が綺麗ですね。低フェチなんで。うーこのね、やっぱ、 これ皆さんは普通に見るかもしれないですけど、やっぱこの肩と、まあ、このインターナルローテーションって言いますけどね、股関節のこのインターナルの動作が上下、やっぱイーブンに入ってくるし、すごくきれいですよね、3人とも。何なんだろう、このかっこよさ。<laughs> うぅ、ショくんやばいね。うー深いよね、股関節の落とし方が、まあ、かっこいいですよね。 岸くんの結構ワイドでガバッと入ってくれるがまたかっこいいんですけどね。あと神宮寺くんはあのライブの時なんていうんですかねなんかこう貫禄のある感じあれかっこよかったっつってなんかね、うん、細身だからまたかっこいいんですよねこういうジャケットとかもね黒が似合うね。 うーここは素晴らしいですね。こんな入れないっすよ。足先の使い方ももう、この可動域で、ぐわっとこう左にね、内巻きで <laughs> 絞ってくるこの体の使い方は、あ相当体のスペック高くないできないっすね。足がフローティングですよね。もうフローモーションって言ってこう浮いてるような使い方できるの。これもう本当に。 うーこれはなかなかこれさこのこうやって絞ってきてずっと片足でこのフローの動き続けるって何かほんと素晴らしいねふー足首柔らかくないちょっとこれできないな片足でシンクダウンするのってこれね騙し効かないですからねうんまあ僕みたいに足首がちょっとぶっ壊れてる人間からするとちょっと羨ましいですよね うん、これ面白いっすねなんか <laughs> うんやっぱ岸君すげえな <laughs> まあ中心でこう絞る振り付けなんでしょうけどしかし翔くんのこの愛ソれもすげえなダイナミックだうぃ神宮寺くんの動きもまとまってて綺麗すよね線がねどこ見てても飽きない <laughs> う,うふう うおいいっすね。この入り方。イエス。うこういう使い方いいっすね。これ好き。これ好き。ヒュー。綺麗っすね。うぅ。うーんやっぱ本当に。中心からの動きの派生がすんごいダイナミック。岸君。うぅ。ほらね。はいそれが。またこの衣装が映えるね。 Okay、やばいね <laughs> これは萌えポイントだね最後 <laughs> これはねファンの人ねみんなね私も見てと思ってるだろうね <laughs> こういうのいいっすね <laughs> やっぱ演技派だね <laughs> かっこいいね やっぱね衣装もそうだしその体の使い方のスペックのこの深さあとその見せ方音を深く取るこの体の使い方やっぱできる人絶対少ないから本当にやっぱこれだけ人気出るとやっぱり違うんですよ見ててうんただなんかかっこいいとか人気とか絶対そうじゃないですやっぱ。 いろんな人の目に映っていろんな人が引き込まれて僕のお客さんまでなんか惚れ込んでもう3人ぐらいなんか急にあのナンバーアイさんのファンになったっていう人も結構いるけど結,しし、まあ、結構っていうかね僕がここに勝手に喋って勝手にお客さんが見て勝手に好きになって勝手にファンクラブ入って意外と貢献してるんですよね。はい、でもそういった 全く興味なかっっった人たちがやっぱ引き込まれるるてやっぱ絶対なんんかあるんですよそれがやっぱアーティストなんですよダンサーさんとこう違ってダンサーさんはダンサーさんでいいところがあるしアーティストさんはやっぱ僕がこう3つの武器って言ってるんですけどやっぱり歌そしてダンスあとはそのビジュアルの表現ですよねそれがこう一体っていうかねうん一体になってこう動くそして一体になってこう攻める。 で時にこう分離して攻めれるっていうやっぱすごいスキルの持ち主じゃないとできないことなんですよね絶対あと多分3人がもっと自由にこれから自分たちの演出したいものを作れてるっていうのも大きい子だと思うんですよねきたなんでもないこの木全部もうちょっと全部見よう う,ーうんいやーすーげえコントロール中心のうん深いいいねこういうのいっぱい出してくれるとちょっと今のやばくなかったですかこういう顔バチバチにかっこいいなこれ。 なんかこうダンスプラクティスっていうとなんか翔くんはねやっぱり帽子かぶってるイメージがあるからねこのねフルでフェイス出てる感じはかっこいいですよねなんだろうなこの深さのバランスがめちゃくちゃいいこのエクスターナルの,このオープンな感じがううここのキレは半端ないねあとさしれっと入ってんだけどなかなかこの 綺麗な深さ、こう、シンクって僕ら沈むって言うんですけど、シンキングしてるこの表現ってなかなかできないんですよ。どうやってやってんだろう <laughs> すごいフローですよね。これ、急進的なこの絞りもフローで、ここの、ここいいですね。この振り付け、どんな振り付けこれ <laughs> すげえコーディネートされてないとできないですよ、これ。これ、片足になってんの。うん、セクシー。 これあの体重移動が結構入ってるんですよねこうねグイングイングインって足の足の裏からこうエネルギーがこう対流するようにこう動きが入ってるまたかっこいいっすよねだか,それだからこそ滑らかなこう動きの体の質感になるのはやっぱりそのエネルギーがこうちょっとこう螺旋形にこう対流するとこういう動きになるんでしょう、ね、でもそれを何も考えずにうん シフト動作ができるってのはやっぱ天才やねやっぱねうんうぃうん今のこともそうなんですけどつん若干こう体重移動が綺麗にこうフロートするっていう その使い方がこういった振り付けの中でできるのは、うん、素晴らしいですよね。で、やっぱりちゃんと股関節で抜いてくる。綺麗な45アングルって綺麗な45度のアングル入ってるじゃないですか。これ僕らよくあの使うんですけどね。うん、45アングルグリーンドットっていうポイントを使ってそこでこう点取られて自由にこう、あの骨、け骨、ひ骨がこう動くようにっていうね。<laughs> 何が言いたいかっていうと人が動きやすいっていう状況を指導されることなく自分たちでまっとうなポイントに綺麗に入っていくからこそ我々にストレスのない動作を常にこう作り上げて提供してくれるから頭にストレスがないんですよだからかっこいいビジュアルしか入ってこないんですよ。ほ、うんとこう食らいついてみてないと。 時々こう吸い込まれてくる感じでですかでこれもうあのコメント見ればわかると思うんですけどかっこいいなとか美しいなとかずっと見られるなってそういうことなんですよハードなな動きって見たくないんですよだから結構ショーケースとかショーのダンスとかで一回きりでいいじゃないですかあのクソ激しいやつとかバ,ババババババってなってるやつとかそうだけど何回も見たくなるいわゆるストレスがないんですよね うーこれなんかジグジググうってねゴンちゃんの時もそうですねこうこう入ってもんなんか人の力の使い方って面白いんですよねまあまた指先が綺麗だわうー線が綺麗ですねなんかまたここにさっきッ君もそうだったんですけどこの股関節のところに手を置いてるっていうのもなんかねいいっすねその動きの発生したいポイントにこう手がいて でいくっていうまあ、振り付けの一種なのかもしれないですけどね。あの、いろんな日常の動作で指導してもらうと分かりますけど、股関節ですよ。骨盤じゃなくて股関節に対して指を添えるっていう人、本当少ないですからね。あのアスリートとか指導してくる時にこう体重移動する時とか結構ね。アスリートとかまあ、結構エリートクラスまで行かないといけないですけど、股関節のライン指を置いたりするんですよ。 だどこがどう綺麗に動くかっていうことを自分の脳でこの接触でこう判断して動こうとするっていう感覚がこう見えたりするんでまたいいんですよねまあ振り付けの一瞬なのかもしれないですけどやっぱ体の感覚いい人ほど関節の動く部分に手がいってますうんうんここまたね 滑らかというかこうまた3人ちょっと違った感じでうん優しいっすよ、ね、ダンスがね線がすっごく綺麗でうんつったつったちゃんと音とってる。 ういこんな音までとるんだねさあきましたうう一番うわっとくるねえー、あれ出してくれるおお岸君こういうの得意なのかなすっ すごくきれいですね。なんか音の取り方と体の,その使い方身体操作の深さがめちゃくちゃ深い感じがするのは僕だけでしょうか。あとアクセントの入れ方がすっごくあの強いですね。強くていいですね。アグレッシブパン。あの三人と比べて。うん。これはすっごい。 えげえー、ぐいね。柔らかいっすね、背骨。あのね、なんつうんですかね、その胸椎が柔らかいっていうだけじゃなくて、胸椎とこの肩甲体までこう抜くこの連動性、大体いい胸椎肩、肩甲骨っていう連動で入るじゃないですか。あ首痛 <laughs> い。こや、こう、つった。<laughs> 普段こんなことしなくなったから。<laughs> そう、だからこういう状況になるんですよ。 本当に急にやると急にね胸椎肩甲骨って抜いたりするとねここら辺がめちゃくちゃつるんですよねあのここの何だっけ胸鎖乳突とか抗菌かうーんこれいいっすね腕まっすぐ伸びてこう肩抜けてる感じがね本当に力みがないっすね なんかなんか力みというか力のこう走りをこの腕で強調してこっちはもう抜きに抜けてしなやかに見せるっていうこの使い方ができるの素晴らしいですよ、ね、あと土台が強いというか土台が綺麗うおーこれをういこんな絞りよくこんなところから綺麗に片足動けますよね おいううんかでもなんか一時期よりすごく絞れてる気がするんですけどうう,う,うんううん落とし方いいっすね腹の落ちがいいっすよねあとパツッと芯の取り方がきれいっすよね あと目線とかヘッドの動きとか、うん、その,のちょっとプロプロすぎるなうこんなやったでもなんかあのかいあの高橋君言ってたよねなんかすごくあの岸君のダンスに惚れ込んだみたいなね昔ちょっとバラエティ路線が強すぎてねこういう岸君を忘れてしまいますけど うん、めちゃくちゃ愛されきれい。ういや柔らかいっすね、本当に。ここの健康体と胸椎がこんなね知らなかった。うん、こういうダンスめちゃくちゃ映えますね、岸君。ジャズ系、コンテンポラリー系。う、うんくんこの絞り本当半端ない。あと、ここの、このさっきの、この。 この流れからスッとここの線の作り方半端ないねおおだらだらそこのそこの波で音取ってるっていうのかっこいいっすよねかっこいいってかんな,などうしたらできるの <laughs> ちょっと僕にはわかりませんねう深いっすよね音の取り方がほんとね うー、ん、いこれは TikTok 撮れちゃうな <laughs> か本当にスペックが高いもうこれからいっぱいこういうの出してほしいですねはいやっぱりもうほんとねリアクション動画とかこういうのやってますけどやっぱね上がる動画じゃないとね僕撮影できないんですよやっぱり正直にねそんな中かこう なんかねこの人が人気だからみたいな見ても正直パッと来ない時もあるんですよねそうやっぱりねチャット見てねおっしゃっていう、うん、こういう動画が増えてくれると嬉しいですねそれでは